はい、レオンチャンネルです。新仮面ライダー公開日決まりましたね。3月17日18時より全国最速公開で、あ、へえ、時間で区切るんだ。で、同年3月18日全国公開で、じゃあ僕は金曜日の夕方のチケットを取ればいいのか。なので一般的には3月18日公開でいいのかな。今のところ項目を触っても全くね、説明がないので、この事前情報のないっぷりはシン・ゴジラの時を思い出す。まあでもシン・ウルトラマンの時も結構事前情報限られてたからな。あとはまあ本郷猛が仮面ライダーなんだけど、一文字隼人が仮面ライダー第2号だったり、今回はベルトの色が白と赤で1号2号をしっかり分けてますよね。あとはルリコが異常にかっこいいっていう。で、公開日が決まったと同時におもちゃ情報もいろいろ来て、デラックスなのにむちゃくちゃかっこいい。おいおいおい、これどうなってんのよ。前面のこの辺のパーツとかデラックス感全然ないじゃん。むちゃくちゃかっこいいな。僕は両方ともすでに劇中で多分実際使用されたやつ、それをイベントで見ましたので、1号と2号で割とセンターデザインが違うんだなっていうのを感じましたけど、ただね、横にねめっちゃボタンとかがあって、この辺は CSM で使いそうだなっていうか、もう基本的に CSM 化ありきのデザインになってるな感がすごい。これがデラックス版の1号のデラックス仮面ライダー変身ベルト台風プラーナ強制排出補助機構付き初期型。エヴァっぽい、庵野監督っぽい。アンド2号の方が仮面ライダー第2号変身ベルト台風、開閉式安全装置付き初期改良型。価格はデラックスが7150円、2号の方も一緒だ。でもう1個の方が変わってて、これがレジェンド版ね。要はめちゃくちゃ簡易的な変身ベルト、お安いやつなんだけど、それでも1号が5650円、2号が3850円で、まあまあしますので、まあ予算に合わせてって感じなのかな。最近レジェンド版も馬鹿んできないしね、 CSM よりすごい音入ってたりするんでやばいよね。ただ上にレバーがあるので、ここをずらして変身音が鳴って終わりっていうシンプルなものだと思います。で、これがちょっと買い方が変わってて、まず第2号の方は3月25日ファミリーマート店頭で発売されます。1号の方はどういう販売方法かっていうと、ファミリーマートのファミペイっていうアプリがあるんだけど、そこで予約してねっていう変わったやり方で、ファミペイ予約限定、仮面ライダー変身ベルト台風プラスちょっと価格が高いのがムビチケカード付き、映画のチケットが付いてくるからちょっと価格高いよと、その分載せてありますよってことで。ただこっちはベルト単体版の発売がありませんので、1号のレジェンド版は必然的にもうこの価格固定だよと。でも僕はね、早速ね予約しました。ファミペイをダウンロードして、で個人情報を入れて、でそのままトップページに移動したら、ここの予約ページがポーンって出てきて、でそこをタップしたら、お近くのファミリーマートでどこで受け取りますかみたいな感じで出てきて、さらに受け取りが3月10日から3月16、要は映画公開前に発売され映画公開前日までに取りに来てねみたいな、ムビ付けがついてるから。なので僕は3月10日にもう受け取り指定したんだけど、でなんか予約番号が飛んできたので、当日自分が指定したファミリーマートに行って、でお金を払ってベルトとムビ付けを受け取ったら終わりって感じかな。そして映画公開して1週間後ぐらいに第2号の変身ベルト台風が店頭で発売しますよと。まあ争奪戦にはなんないんじゃないかな、レジェンド版だし。でさらにこれややこしいのが、デラックス対応の延長ベルトがこっちもこっちも1本ずつ入ってるらしく、おそらくこっちにも多分使えるのかな。あ、でもね、書いてあった、ファミリーマートの方にデラックス版でも使える延長ベルトがファミリーマートのやつについてくるって、ややこしいな。まあ僕は延長ベルトをプレ版で発売してるやつたくさん持ってるんで、まあ別にいらないんだけど、普通にねデラックス変身ベルトを腰に巻こうと思うと、とんでもないねガチョスさんレベルの腰の細さが必要なので、延長ベルト持ってないよっていう人はレジェンド版のものを使ってもいいと思いますけど、こっち買うんだったらレジェンド版買わないし、なんかやり方汚ねえな。こっち買っても延長ベルトつかないと。でレジェンド版を見た後だと、やっぱデラックス版のこの辺の厚みすごいね。底面のボタンを押すと変身音が鳴って、底面なんだ、へえ、 LED が発光、中央の風車部分が電動で回転、全高約 11.5 センチのベルト前面部はデラックス変身ベルト最大級、それぞれ情報、あ、来てる、あ、何、ちゃんと2号シャッターあんの、もしかして、やば、ショッカーマークというかライダーマークが、立花レーシング的なマークがむちゃくちゃかっこいいんだけど、玩具特集公開中で、ほう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 、あ、わかりやすいね、
分かりやすい画像出てきた。デラックスが光るなる電動デラックス変身ベルト、そしてレジェンドが回るなる手動変身レジェンド変身ベルト、どっちもファミマ限定、こっちがファミマのアプリ限定、こっちが店頭限定。ややこしいな。デラックスの方は普通にいつも通りのおもちゃ売り場で、音声が4種、電動モーターで、レジェンドの方は2種、起動音、あ、起動音と変身音になるんだ。まあ起動音あれか、電源オンした時のやつか。で手動レバーですよと。で変身遊び、必殺遊び、変身解除遊び、サイドバックルって感じになってて、レジェンドの方は変身遊びができるけど、それ以外はペケペケペケだよと。でシャッターパーツ付属、あーなるほど、カチャって開くわけじゃないのか、はめ込む感じなのか。なんだけどレジェンドの方は延長ベルト付属っていう。いやー売り方、こう見るとメッキ、あメッキじゃないか、メタリックシルバーか、部分とかむちゃくちゃかっこいいね。ちょっとまずこっち見よ。7150円、普通にいつもの1号ライダーって感じっすね。ベルトのボタンでモーター風車回転、うん、LED 発光、変身音のほかボタン操作でキック必殺、解除音も変身解除音も楽しめますと。これがデラックスの見た目、めっちゃいいね。ここ軟質かな。でパッケージももうなんかベロとかなくってめっちゃシンプル。もうちょっと当時版を意識したコマドついてるやつになってたりするかなと思ったけど、そこまでは構想的なものかな。真ん中がシンプルに発光しますよ。これ赤発光のみかな。これ横どうなってんだろう。サイドボタン多分これキックボタンになるんだよね。底面のボタンは見えないな。そしてあーなるほど、やっぱここの軟質っぽいパーツがあって、そこからいつものデラックスサイドベルトがあるんだ。ここにボタンがいっぱいあると、サイドバック、あでも繋がってないからボタンは全部こっちに集約されてるのかな。なんかシーセマーここ触りそうな感じだけどね。風車がこんな細かいんだね。 CSF みたいな側面ボタンがあって、これで変身音が鳴る、ボタンの操作で複数の音声がなって、変身解除時には風車が逆回転。おーかっけー、何それ。しかも変身音がロングバージョンも入ってると。こっちも同価格7150円。うん、おいおい、パーツは、あやっぱシャッターパーツは上からかぶせる感じなんだな。そして風車部分は一緒か、まあ、この辺の造形が微妙に違うんだけど、で赤ベルトで、まあ、およそパーツとしては同じですよと。で同じように底面のボタンを押すことで回転、うん、変身音、パンチ必殺、2号はパンチメインになるのか。で変身解除音、変身解除音も入ってるのすごいな。引っ掛ける形でカバーパーツを取り付けて、シャッター状態も再現可能と。まあ、シャッター展開が本編だとあるんでしょうけど、それは CSM でやりましょうってことなのかな。デラックス仮面ライダー第2号変身ベルト台風、かっこええな。これパッケージ保存版だな。デザインがいい。わあ重厚感ある。フィン部分とかなんかちょっとこう途中で折れてんだ。これがデラックスで、こっちもじゃあ細かく、あーでもこっちはあれか、ファミリーマートのページに飛んじゃうか。まあ最初にも言いましたけど CSM 出るでしょうから、CSM を待っても僕は全然いいと思う。ただデラックスの質感の高さはなかなかにすごそうだね。どうせ CSM 出るとまあ3万円とか、もし本革とかにするんだったらもう4万円とかねいっちゃうと思うんで、まあそれを考えると7000円とか、まあおもちゃ屋さんで値引きがあれば6000円ぐらいで買えるかもしれませんから、だいぶお安く買えるのかなっていうのがありますけど、まあ変身音、必殺音、変身解除まで入っててこのビジュアルだったら CSM 待たずにとりあえずデラックス買って方がいいかもって気がしてきた。でもこれだけ早々に変身ベルトを上映と同時に出すってことは、2号の変身ベルトも売り終えた3月25日の1週間後、4月、あそういえば仮面ライダーの日があるよね。あるわ、仮面ライダーの日4月3日、ここで CSM 発表じゃない。いやそうでしょう、見えた。3月10日、発売18、発売25、発売からの4月3日の仮面ライダーの日に1号の CSM 発売みたいな、まあ8月4日しか、まあでもどっちにしろ到着するのがね、
まあ、半年後とかだったら10月とかになっちゃうんで、まあ、とりあえず映画見て面白かったら買っとくべきなのかなって、まあ、絶対面白いよね。だって全部面白いもん。シン・ゴジラもシン・エヴァンゲリオンもシン・ウルトラマンもさ全部面白いし、まあ、シン・ウルトラマンは樋口監督作品だったけど、今回は純粋な庵野監督作品なんで、いやめっちゃ楽しみ。僕は最速で見に行くか、遅くても3月18日の朝かなって感じで、いろいろおもちゃ情報を解禁されておりますので、このリンク貼っておきます。以上レオンチャンネルでした。